今僕は東北に住んでいる親戚のおじさんを待っている。今日おじさんは僕の家の近くの東京大学に来るんだ。パパが言うには、おじさんは宇宙の謎に迫る研究をしているんだって。宇宙って謎だらけ。宇宙は東京ドーム何個分の広さなんだろう。でも太陽も月も宇宙にあるんだから、その広さは東京ドームじゃ数えきれないよね。宇宙の謎知りたいな。おう、ハル君、こんなとこで何してるの？おじさんを待ってたんだ。こちらが僕のおじさん、トモおじさんこと東北大学の讃岐智之准教授。僕ね、宇宙に興味があるんだ。パパがね、トモおじさんは宇宙の研究をしてるって。ああ、確かに宇宙の研究はしてるんだけど、宇宙のことを話し出すと長くなるからね。おじさん、これからこの東大に開かれるシンポジウムに出なきゃいけないんだ。それが終わったらゆっくり話をしようか。うん。おお、春くん、待ってたよ。おじさん、今日は忙しいのにありがとう。おじさん、僕ね、宇宙のいろんなことを知りたいんだ。もう宇宙に興味があるんだ。宇宙には何があって、どれくらい広くて、それからどうやって始まったのか。ああ、その宇宙はどうやって始まったかって話、それがおじさんの研究に関係してるんだよ。でもね、宇宙の話を始めると長くなるから、まずは今日のシンポジウムの話をしようか。うん。今日参加したのは ILC 東京イベントという中のシンポジウムでね、先端加速器科学技術推進協議会と国際設計組織であるリニアコライダーコラボレーションによって開催されたイベントなんだ。世界48カ国の数千人に上る研究者たちが待ち望んでいる ILC 国際リニアコライダーに関するイベントなんだよ。 At the ILC Tokyo Symposium held on the 22nd of April 2015 at the Ito International Hall Tokyo, the Linear Collider Collaboration and the participants around the world at the Asian Linear Collider Workshop decided to issue a statement confirming their conviction of the scientific justification for a prompt realization of the International Linear Collider. So later on, we will have a panel discussion. And in that discussion, I hope it will become clear to you that the ILC's role in particle physics is to explore with exquisite detail the time just after the beginning of the universe. This research is unique and indispensable for a deep understanding of how our universe began, how it evolved, and how it works today. The scientific importance, the fact that the ILC is unique, and the enthusiasm of the world community to come together and build this in Japan. Thank you very much. DA バンス様、ありがとうございました。日本で国際的なプロジェクトを起こした経験というのは今はどのくらいあるんですか？はっきり言ってないのではないかと。この、ま、あのスケールではなかったと思いますね。でそのこのグローバルサイエンスという言葉がありますけれども、こういう大きな、まあ、ビッグサイエンスということは日本の中でもよく知られていて、でこういうものをそのやっていくにはそのインターナショナライズしないといけないという認識も随分出てきたわけですけれども、今までですね、日本がイニシアティブを取ってそのインターナショナライゼーションをしたかというと、そこについては、やはり、できてなかったと思っています。ノーベル物理学賞を受賞しました名古屋大学特別教授、素粒子宇宙起源研究機構長の増川俊秀様です。
まあ、非常に大きな計画だから、それを作るためには素粒子実験というだけじゃなくて、加速器とかいろんなところの発展をさせないことにはできないんですね。既存にある知識だけで作れるようなもんじゃない。だ、研究しつつ開発しつつ完成させていくという、そういう側面があるので、副産物も当然たくさんあると思います。まあ、日本で検査されるということになれば、世界から多くの研究者も来るだろうし、それもちょっと寄るだけじゃなくて常駐するわけね。そうなれば日本のね、そういう物理に与える影響も大きいだろうし、若者たちに与える、まあ、影響も大きいんだと思うんですね。だからぜひそういう場が日本に作られるならば、ぜひそうなってほしいと僕は思います。この ILC を作ったからね、何が分かるかなんて誰にも分かんないわけね。やってみて初めて、ああこうなったというのが分かるだけで、だってね、分かんないからやって実験やってみようとするわけでしょ。初めから答え分かってればやる必要ないことなんだ。だから分からないからやるんですよね。本気になってね、身を削るようなことをしなければね、まともな結果っていうのは出てこないですよね。なんだかよくわからないけれど、世界中の研究者が集まって大きな研究をしているんだね。でもさっきからおじさんが言ってる ILC っていうのは何？うん、ILC っていうのは英語のインターナショナルリニアコライダーの頭文字、直訳すると国際的に作るまっすぐな小さな粒を加速してスピードを上げて衝突させる装置っていう意味だから、 ILC っていう機械では、装置では小さな小さな粒を加速してバチッてぶつける、そういった機械なんだ。だからここで主役になるのは非常にとってもとっても小さい粒、小さい粒を使って宇宙を研究する、そういった装置のこと。でもそんなに小さな小さな物質を調べても、宇宙はすっごい広いから、そんな小さなものを調べても、うん、あんまり意味がないんじゃない？そう思うよね。でも今の宇宙って確かにとっても大きいけれども、この宇宙って今大きくなってると思う？それとも小さくなってると思う？大きく？あ、よく知ってるね。普通空を見上げたら大きくなってるって感じはしないかもしれないけれども、いろんな望遠鏡を使ったりとかして宇宙を調べてみたら、今宇宙はどん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 大きくなってるってことが分かった。で、今どんどん大きくなってるってことは、時間を遡る、昔に遡っていくと、宇宙は今大きくなってってるんだから、どん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 小さくなってる、どん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 小さくなって小さくなって、本当に宇宙が始まった時っていうのはむちゃくちゃちっちゃな粒から始まった、とってもちっちゃいところから宇宙は生まれたっていうことがわかるわけ。だから小さな粒と大きな宇宙はね、無関係に感じるかもしれないけれども、とっても小さなところがどういうふうになってるか、それを調べるっていうことで、今の宇宙がどうしてこういう世界になってるのかなっていうことが分かってくる。じゃあ小さな粒と宇宙は関係があるってことだね。そう。で、その小さな粒のことを元になる粒子と変えて素粒子って言うんだ。でも素粒子の話を始めるとすぐには終わらないから、続きは第2話で説明しよう。第2話。 ILC 科学少年団ではご意見ご感想をお待ちしています。ご応募いただいた方の中から抽選で毎月20名の方にプレゼントを差し上げております。ぜひご応募ください。次回もハルくんがさぬき先生から素粒子や宇宙の始まりを見つける実験についてお話を聞きます。お楽しみに。